ウェイ途中からウェイ2-4ウェイ小太郎、亮太、カズちゃん、リーコさんとなんだっけ、フレンズです。風強すぎるマジで。Tシャット飛んでく飛んでく飛んでく、あー、いやマジ風強すぎ。これ声入ってないんやない。痛い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 。風上から撮るかな。風上から撮ろう。ひまちろです、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 ひまちろね、しょうがないね。試合感なんでひまちろです。ひゅー、相手なんかサガントスみたいな服着てます。ひゅー、マジ、さっき俺らマジ本当なんかすごかった、なんというかすごい、うおー魔球、小太郎もよく取った、ナイスです。ヒュなんだ、相手のチームへそ出してんじゃねえよ。車の、相手のレフトは高尾ですね、高尾です。多分この動画の亮太っていう名前が漢字が間違っとるやろうけど、それはデホです。亮太の漢字は間違っていて正解なんです。いや間違っていて正解です。チェンコです。5-9勝ってます。さあこの声は入っているのか、果たして。逆にプラスに考えたら音楽が入らなくて著作権引っかからないかなっていう感じです。イエー。お、なんかセクシーな服着そうな、横あんな、なんていうのスキット、わかんねえわかんねえ。あの人のここもなんかスキットが入って、あーやめて、うん、あーいいっすね。お、風でいいサーブが入る。小太郎くんネッチしてないですか今。もったいないですね、もったいない、非常にもったいない。何をしているんでしょうか、あのアフロ。ところでカズちゃんは出ないんですか試合に。絶妙、サーブが入らないです。本当にサーブゲームです。先にちょっとリードして、まあ、サーブが入っとけば、勝てるような感じです。今回はこの風のせいで、普通に本来やったら勝てるチームが落ちて課金しなくちゃいけないっていう現実があるならば、それは非常に嘆かわしいことだと思います。そして課金したチームは決勝上がってきた強いチームに当たるということで、なんかいいことはないです。
残念です。この精度どうにかした方がいいと思います。ボールイン、ボールイン、無視です。さあチェンコ9対12ですね。あ、リリコさんだ。あ、リリコさん、あ、フレンズ。何ですかそれは、反則じゃないんですか。今ちょっと怪しい気がしますよ。ちょっと怪しいな。オーバーは正体じゃないとダメなんだ。いやあれは風ですかね、風ですか。さあサーブ、いい、サーブゲームです。サーブ入れれば勝手に相手が崩れて試合が決まるような、そういった感じです。さあ返していく。お、いつの間にかカズちゃんになってますね、ライトが。さあカズちゃん見どころです。何ですかあの低いところからのトスは、ボールにならないんですか。審判としてどうなんですか。はい、順平が走ってきます。笑顔です、笑顔です、いい笑顔、いい笑顔、順平、あー、スマイル 100%。 さあカズちゃんのサーブ、頑張れ頑張れ、おっと風を読んでサーブを打つが、ナイスサーが入っていく。帰るよ、帰るよ、帰る、お、上がった。さあリリコさん、ナイス。今年はテストの数がゼロだから、ツイッターの名前がリリコらしいですね。今日はどういうことですか。なんかリリコさんはテストの数だけリを増やすらしいんですよ。あ、そういうことですか。でも今日はテストがないらしいです、今回は。じゃあ子ですか。子、それは、はい、もう子さん、子さん、あ、雨が降ってきた。チロルズ子さんというところですかね。チロルズ子さん、なんか新参者、子さん者みたいな。雨が強くなっていく。雨、いや動画を撮りたくない、中断したい、中断したいが、ここは動画続行でいきましょう。さーて雨が強くなってくる。さあ亮太のサーブ打つ、入っていく。これは風が変えられ、変えるか、変えるか、まだまだ上げろ、カズちゃんカバー、ナイスです、いいよ。さてここで返すことができない、ラッキー。これはいい。さてここで点数を見てみましょう。18対11、痛いですね、風が痛いです。あーあー、西畑が、西畑が軽すぎて飛んでいく。あー、さあ亮太のサーブ、これひどすぎる、ひどすぎる。いや、ラインクロスもしたように見えました。ひどい、これはひどい、これはひどいぞ亮太。ラインがなんか、このラインはどういうことだ。サーブは入るのか、さてどうなる、どうなる。サーブを打っていく、さて入らない、そういうところですね。さあ試合が終わった、19対12、勝ちです。リリコさん勝利の一言。いや、リリコさんじゃないです、リコ、あー、降ります。